はい、どうもー、手頭屋でーす。さあ、というわけなんですけども、今日はですね、ある意味こう緊急で、動画を撮っております。今、豊洲ピットにいまして、クロフェスに出演の自分の出番がですね、終わったばっかりの楽屋なんですけども、ここで、皆さんに、緊急でお知らせをしたいことがございます。それはですね、私手頭屋が、10月16日から12月20日までですかね、全国7カ所を回らせてもらうライブツアーのツアー名をここで発表したいと思います。2020年に、ね、僕自身ソロになりまして、そこからいろんな全国ツアーだったり、今年もシンフォニックコンサートだったり、全国のいろんなフェスに出させてもらったり、対バンしたり、いろんな景色を、僕のファンのハニーと共に、見てきました。そして、この2024年は自分の中で今までこう積み上げてきたものがホップ、ステップ、そしてこの年ジャンプの年に絶対なるっていう自信を持って、2024年を全力で駆け巡って、ここまでやってまいりました。そして、その中で、今回のツアータイトルを考えた時に、まあこれしかないなって自分の中で胸を張ってツアータイトルにしたい、そんなワードがねパーンと浮かんできたので、素直にそれをツアータイトルにしようと思って、せっかくなら自分自身の口から皆さんにお伝えしたいなと思って、今回動画を撮らせていただいております。で、そのツアー名早速発表したいと思います。手越優也ライブツアー2024のツアー名は Over You、 こちらでございます。オーバーユーね、手越優也のことを応援してくださってるハニーだったりとか、いろんなね、場所で歌わさせてもらってる楽曲なので、一回ね、なんか聴いてくださった方とかはなんとなく あの曲なのかなって思ってくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、前行きにね、作ってもらった、楽曲になります。で、このオーバーユーは、サッカーだったりバスケだったり、野球だったり、そういういろんな俺が本当に大切にしているスポーツのイベントだったりでも歌わせていただいたりとか、あといろんな今までのさまざまなライブだったり、コンサート、シンフォニックコンサートだったり、もちろん対バンだったり、もう全ての大切な時に大切にその時のメッセージを伝えたいなと思って、自分の中で歌い継いできた、そんな楽曲でございます。まあ、歌詞の内容も、何回倒れてもバカにされても立ち上がって、絶対何回やられても前へ前へ、自分を信じて周りを大切に突き進んでいこうっていう、そういうね、決意の歌詞になってるんですけども、今回のこのツアータイミングと2024年というタイミングと、この Over You の歌詞っていうのがすごい自分の中ではめちゃくちゃリンクするものがあって、で、僕のファンの方はそうなんですけども、まだまだ、ツアーはね、10月16日から始まりますけど、ここからまた年末にかけて自分としてはすごく楽しみなお仕事だったり、自分が目標にしてきたものだったり、誰かとお仕事したいなとか、こんな景色見たいな、ハニーと一緒にもっともっと夢を一緒に叶えていきたいなっていうものが、まだまだ2024年自分の中の楽しみな、お仕事だったりコンサートだったり、いろんなものが控えてる中で、満を持していろんなところで歌ってきたこの Over You というタイトルをツアータイトルにすることが、今一番自分を表現する上でも、ツアーを全国ツアー回る上でも一番大切なものを伝えたいなということで、オーバーユーに決定させてもらいました。そしてなんですけども、今回のこのオーバーユーのツアーとか、いろんなグッズに入ってたりとかするオーバーユーのロゴもあるんですけども、こちらは今までの感謝だったりいろんな思いを込めて、私手越の手書きでオーバーユーという文字を書かせてもらいました。なのでね、そちらのグッズだったりいろんなものもぜひ楽しみにしていてください。ツアーに来られる方、そしてこの手越優也チャンネルを見てくださってて、まだ手越優也のライブに来たことない方は、僕のライブはもう総合エンターテインメントで、バラードだったりロックだったり、もうパンクのすごい激しい曲だったり、もう初めましての初見でも盛り上がれるような振り付けがあったりとか、さまざまな方が盛り上がれるようなライブをね、意識して、夢の空間を意識して作ってますので、ぜひ普段応援してくださってるファンの方も、まだ来たことない方もぜひ会場でお待ちしてますので、ぜひ手越優也に会いに来ていただきたいなと思います。で、改めてね、大切なツアーが、年末のツアーが始まるわけなんですけども、ここから先手
テゴ渋谷にずっとついてきてくれた人、そして新たに最近ついてきてくださっている方、全ての人でもですね、いろんな夢を叶えて、いろんな景色を共に見ていく、まだ今年も約3ヶ月ぐらいかな、ありますが、ぜひテゴ渋谷についてきていただきたいと思います。というわけで、今日はですね、急遽ツアー名の発表をテゴ渋谷の口から、させていただきました。まだまだ皆さんと素敵な思い出を作れることを楽しみにしてます。というわけで今日のツアー名発表の動画は以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。